はい、ということでね、再開を、撮影を再開していきたいと思います。ですね、ちょっとね、八重桜さんから聞いた話だと、ちょっとつい最近までね、誰かが住んでたっていうね、住んでたかもしらんっていう話があってね、ちょっとね、あんまりね、長居できないんでね。で、ちょっと結構ね、2階部分が損傷が激しくて、なかなかちょっとね、行けるようなところが なさげなんで、まあとりあえずね、散策自体はこの辺にしていきたいと思います。結構もうやばい。もう足場も悪いし、もう何どうなってんのこれ。よいしょ。あ、いって。頭が当たった。どこや。道がない。レコードまで。よいしょ。お、何やこれ。お、物置じゃないの。よいしょ。ということで、1階に戻ってきました。あれ？どこ行った？もしもーし。あれ？置いていかれた。どこ行った？どこ行ってんの？ちょっと行方不明になった、二人は。でもね、なかなか、物件的にはなかなかいいとこでしたね。これ何？ここに振られへんかったな。本当ですか？ここにもなんか小屋あるさ、なんか。あ、これが入り口かな。これがさっきの入り口やな。あ、おったおった。おっとおった。え？田中のお風呂。お風呂があったん？宮井さんは？なんかおるん？え？なんか見に行ったん？いや、なんか向こうの方になんかあるかな。ああ。これ風呂？うん。うわ、と、めっちゃ、怒れへん。ああ、ほんまやな。こんな感じで。お風呂を見つけたという感じで。なんで離れなの？離れなんか。なんかでも、ああ、そうやな。離れやな。別館みたいな感じ。水も溜まってんな、結構。見た感じ。いいな。あら、見てよかった。勝手に。ということでね、ちょっとね、八重桜さんは、ちょっと、あ、映ってもた。八重桜さんはね、ちょっと、今、どっか行って、ちょっと行方不明になってるんで。とりあえず、またね、この後、一応予定ではまた回ろうと思ってるんですが、まあ、今回は、とりあえず1件目はこの辺で終了したいと思います。はい、ではまたね、次の場所でお会いしましょう。では、さよならー。